ハイキングマップに載ってないですけど、から、こう行って、こう行って、こう、柏木山。ここはいい山なんですよ。行きます、柏木山。カモシカに会えるかな。それが一番の楽しみです。あとはフェンス沿いに行くだけで着きます。ああ、こういう道もあるんだ。いいな。さあ行きますかね。という間到着。つくばだ。かんない。こう行きましょう。ここからカモシカ振動で降りて、ジャンダル方面に戻ると。よし。ああ、じゃあまず景色。あれは名栗の方ですね。元に見えるかな。書いてある書いてある。ああ、あれそば粒や。あのちょっとぴょこんとしてるの、あれそば粒。こんな感じで。あ、なんかうるさいな、虫がすごいいっぱい飛んでる今日。暑いから。手作り感満載だ。テーブルまで。でもいいですよね。いいですよね。最高だ。よし、カモシカ振動で降りて。ああ、虫がうるさくて嫌だ。うわ、暗いわ。カモシカ振動から。通れないんですけど。怖い怖い怖い。虫が怖い。なーにも。勘弁してよ、ちょっと。通らせて。あと、もう鬼ヤンマくんの登場かな。鬼ヤンマくんでも。バッグにつけるよかな。今度はカモシカいないかな。ほいっ、まだお一人にお会いしただけで、あとは会いませんね。よいしょ。カモシカいないな。前はよく会えたな、カモシカに。奇跡に出会えた。よいしょ。
少しが見えてくるんだ。本当か。手作り感満載。いないかな。ちょっとまたカモシカ探し、カモシカ探し。タブノキの森。へー、あれがそう。ここから上がる道もあるんだ。あ、太陽光パネル。一旦ちょっと降りてきて、まあ、茜が峠に向かって経由して帰ります。またいそうなところはちょっと探索してみようかなと思いますけどね。いないかな。熊注意。熊はいないよ。ここはカモシカだよ。間違いってやつ。ちょうど気候がいいな。気持ちがいい。あ、戻ってきました。ちょっとフェンスを行ってみようかな。ちょっとだけ。うん、道があるんで、ちょっと予定と違う道から来たら、なんかちょっと桜が見えてる。なんだ、あれゴルフ場だ。スノーカントリー。なんだ、この辺カモシカさんいてもおかしくないな。いないかな。ラストチャンス。結構気持ちのいい道でいいですね。ここ予定と違う道に来てるんですけど、だ。あ、グレーン違う。ちょっとしたピークな。よかった。1時間半ぐらいのもうサクッとハイキングですけど、このくらいだったらうちの妻も来れるな。今度妻連れて、うちの妻もなんか友達と屋久島行くみたいなんで、まあ登山靴買って足慣らしのために一度ここに来るのもいいかもしれないですね。一緒に来るか今度。
そうですね。